ではまずこの村の酒屋へ行って。お酒屋さん、休業中って言うけどちょっとくらいあるわよね。私飲みたいな。外が何やら騒がしい。こんな時は甘てるのにお酒飲む。妖怪？使われていなかった間に住み着いたのか。いや、あ、すみません。私たち桜花を取りに。なんじゃと？え、盗人？
です。どうもよ。話してわかる相手ではなさそうだ。やるしかないな。私たちは泥棒を組み食いが復活してた。 そうじゃ、わしはこいつが大事にしまっとった。いやしかし、そうそう、もう長田か、ありがとうございます。よければまたこの年寄りの話し相手になっておくれ。久々に戦って数十年若返った気分じゃ。ご協力いたみる。噛み食いの賞金に当てられた。わしもまだまだ現役じゃ。噛み食いなどに負けぬわ。頑張れよ、お若いの。
Thank you.